のテルキャスでございます。ブラックキング襲来ということで、このねブラックキングがね、登場したらしいです。定期的に出現する強大な敵に挑戦しましょう。所持すればここでしか手に入らない貴重なアイテムを獲得できるかもしれません。検討を祈ります。ということで、ブラックキング用心棒怪獣ブラックキングが登場ということで、今回では私もねブラックキングに挑んでみたいと思います。はい、まずはノーマルからいってみましょう。あの用心棒怪獣ブラックキングがなんとパワーアップしての出現です。しかもただワゴがファイヤーウィンドブガンダーも一緒のようです。ダンスタイナメンメンですね。手強いかもしれませんので、じっくりメンバー確認して、チーム編成を行ってください。なお、このクエストをクリアすると、豪華報酬が獲得できます。ぜひともベストメンバーで、望み勝利をつかんでくださいね。それでは、一撃どうぞ。ということで、ブラックキング、ちょっと、ね、戦っていきたいなと思います。まあね、実際ね、どれぐらいの強さなのか、まだちょっとよくわからないので、まあね、こちらもね、ガンガンね、行ってみたいなと思います。まあ言うてもね、まあ、勝てるんじゃないかなと思います。はい。まあまだね、ノーマルだから、そこまで、あ、ちょっと待って、BGM聞いて。君にも見えるウルトラの星、遠く離れて地球に一人、大事大事に使命をかけて燃えるの地にあとわずか、届く叫びを耳にして帰ってきたぞウルトラの星。あ、次倒していきましょうということで、まあね、BGM の帰りマンのオープニングが流れてるっていうね、いいね、やっぱこういうのがね、嬉しい。まあね、これはまあ普通に勝てるでしょ。ザコは普通に勝てるでしょ。カネコはワンカを攻撃してもらいますか。マジか、よし、オッケー、まあ全然勝てます、どうですかね。はい、楽勝。さあ、ブラックキング来いよ、はい、来いよ、ヘルマグマ効かない。もう全然効かない。まあ、ノーマルだからね。まあ、ここでちょっとね、新しく生成したウルトラ必殺、あ、ウルトラマンロッソにしたまんまだったー。動画のためにブルにしておけばよかった。失敗した。まあ、いいや。ゲームスリーショット。ここでこう、スッって帰ってくるね。スッって帰ってくる。ウルトラマンね。まあ、大怪獣バトルのスーパーコンボカードもこんな感じだったよね。必殺技ってスッって書いてある。あー、ストーン嬉しい。バンの DNA 嬉しい。ストーン嬉しい。ありがとうございます。やりましたね、さすがです。あ、期間中何度もトライできますので、豪華報酬で稼ぎましょう。あざっす。ということで、ハードもね、ハードいきますよ。なんかハードでさ、星5とか、星6とか持ってく？持ってこう。今一瞬見え張ろうとしたけど、やめとく。今日も普通に勝ちに行くわ。勝ちに行きます。まあ、全然まだでも言うてもね、ハードですから。全然勝てますよ。舐めないでください。僕のパンダも舐めないでください。ということで。ブルトンをね、星6にしたいなぁ。だってせっかく買ったのよ。せっかくもうブルトン好きだから買ったのにさ、スタメン落ちしてるっていうのはね、非常に心苦しい。だからもうね、せめてね、まあ石を使ってでもね、今星3のパンドを、まあ星4、星5、星5にしたい。星6にしたい。今回の DNA クエストでは無理だな。でもね、ショップとかも毎日見てるんですよ。毎日見てるんだけど、全然出てこないのよ。出てこないの、ショップに。ブルトンが。あ、でも意外と楽勝だね。全然楽勝だね。さあ、じゃあ星6のね、星6のバンドの、火炎時刻をね、じゃあ見せていただきましょう。はい、強い。はい、強い。はい、最強。最&強ですね、マジで。最&強。ヘイ、最&強。ヘイ。まあ、エキスパートね、それでは行きましょう。
スタミナがない、スタミナがないので回復します。さあ行くぜ行くぜ行くぜ。フレンドは何にしようかな。マガゼットンが好きなのでマガゼットンにします。ねえ、ブラックキングってさ、めちゃめちゃかっこよくない？めちゃめちゃかっこいいんだけど、僕、正直ブラックキングよりもナックル星人の方が好きなんだよね。ナックル星人の極悪非道な作戦とかもすごくいいし、体のボツボツ具合、あれね、まあ、一見ね、ダサそうに見えるんだけども、あれが逆にいいみたいなとこあるよね。さあ、ダメージ数は、ダダの攻撃数は全然ね、全然食らわねえや。全然食らわ、楽勝だい楽勝だい全然だ。まあそんな感じでね、ナックル星人ね、好きなんですよね。まあ、ブラックキングもね、裏設定ではね、レッドキングの、まあ、兄弟みたいなね、そういう設定もありますけれども、体の模様とかレッドキングとブラックキングね、そっくりだよね。ナックル星人がそのレッドキングを改造してブラックキングにしたみたいな、ね、そういうのも雑誌設定でありましたね。まあ、雑誌設定ってすごくね、いろんなのが錯綜していて、どれが本当なのかっていうのは、あやふやの部分もありますけれども。はい、ヘルマグマドバーン !198 か。全然だね。全然だね。楽勝だね。さあ。はい、はい、はい、終わりー、はい、終わりー、ごめんね、ブラッキング僕のパウンドの方が強かったけどね。あー、ストーン嬉しい。ストーン嬉しい。ストーン嬉しい。嬉しいっす。まあそんな感じで全然余裕、全然余裕でしたね。まあウルトラマンじゃないから全然ね、勝てるってことでしょうか。イベントなんかいっぱいもらえた。ストーン嬉しい、ストーンいっぱいもらえるよ。何チャレンジ3回クリア、チャレンジ6回クリア、こんな感じで。なるほど、なるほど。ノーマルを5回とか、ハード5回とかクリアすると、このブラックキングの、あれか、DNA をもらえるのか。へぇ、DNA がもらえたりとか。これか、スキルエッグ。攻撃力ショーアップ。でも、ショーアップじゃなくてさ、チューアップ、ダイアップが欲しかったな。わがままだね。わがままな僕ですけれど、眼球のクエストとかも、クリアして、石もがんもらえると。いや、石ね、もう、圧倒的石不足だから、圧倒的石不足だから、本当にマジで嬉しい。石めっちゃ欲しい。本当はね、めっちゃ課金した。いやー、メフィラス星人欲しいなー。高ー高いよー、メフィラス星人が欲しいよー。はい、まあそんな感じでね、今回新しく追加されたイベント、まず DNA 3倍と、ブラックキング、チョコブラックキングのクエストね、こちらをまあチャレンジしてみました。まあ、DNA クエストに関しては、まあ、星6に進化できるほどはさすがにもらえないな。ブルトン、僕のブルトンが、まあ、どれくらいね、育つかっていうのは微妙かな。とりあえず、ブルトンは、星を目指して頑張ります。ブラックキングに関しましては、全然勝てます。ウルトラマンが強すぎたせいで、ブラックキング全然平気っていう感じですね。だから、まあ、ブラックキングもね、ちょっとね、ひねってね、ブラックキングの DNA をね、ゲットしたいなと。思います。今度後日でこの怪獣を、50種類ですよ。なかなかきついね。50種類集めると、防空怪獣タイラントがもらえるっていうね、そういうノーマルミッションも追加されるらしいので、まあ頑張ってね、ゆっくり50種類集めていきたいなと思います。そのタイラントのポリゴンが CG しかね、ウルトラマンタロに登場した眠そうな、ちょっと目がうつろで目がいっちゃってる感じのタイラントなんですよね。タイラントめっちゃかっこよくない？めっちゃタイラント好きなんだから、ぜひともね、手に入れたいなと思ってます。まあ普通に多分ちょっと能力とかも見たんだけど、能力的にもね、強そうですね。かなりタイラント、さすがですね。さすが僕みたいにタイラントですよね。
まあだから、見た目もそうだし能力的にもかなり強そうなのでタイラント欲しいなって思ってます。はい、そんな感じでね、毎日毎日すごく楽しくエンジョイさせていただいてます。またウルバット実況ねどんどん出していきたいなと思いますのでよろしくお願いします。以上デルクのチャンネルのデルクのさんでございました。ではまた。